久保さん,うんと9割客層悪いにしましょうか <laughs> 9割は客層が悪いっていう多分ね客層って悪いと思うんですよねほとんどがいい客層1割がいい客層で9割はいい客層ではないと思うんですよ例えばじゃあ、あのー、スーパーで、まあ、タイムセールですよっていうふうに、まあ、タイムセールで買っていただくお客さんいると思うんですよ で9割8割タイムセールだったりとかまあ、お正月セールとかまあそういうのは反応するじゃないですかでも店としては利益が安い商品が出れば出るほどあんまり利益は出ないんですよねだからまあそれは店側の工夫で安いものを客寄せパンダとして使ってえ他の商品も買ってもらって利益を上げるもしくは、えー、フランチャイズ化して、えー 店舗を展開して利益を安定化させるとかそれは企業の努力によってなんとか売り上げは作ってるんだけども基本的に100円の商品を出した場合っていうのは利益は少ないですよね数十円とかだからダイソーとかはそれでえー、っと利益上げるために、まあ、めちゃめちゃな店舗数あるわけですよねうんだからまあ客層がいい客層場合っていうのは高単価な商品を文句言わずに買ってくれるポン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 買ってくれる 多分そのビジネス的に言うならば利益がそっちの方が出ますからでしかもね対応するお客さんは少ないですしなおかつ文句も言わない人が、えーまあ、割やかし多いんじゃないかなと思うんですよねうんなんかちょっとしたことであんまケジつけないというかうんだからまあまあ基本的にまあ客層はみんな悪いと思うんで。 その中でまあ商売していかないといけないですからだからまあそ,そこで大事なことがお客さんの客層とかではなく自分のビジネスをどう展開していくのかっていう自分を自分のお店をどう,こう経営していくのかっていうところがまあ大事になっていくんじゃないかなと思うんですよねじゃあ少ない利益の中でじゃあ利益を上げるためにはどうすればいいのかってそういう工夫ですよねうん 僕なんかもネットビジネスやってると、まあ、久保さんもまあちょっとは分かるとは思う、まあ、今はちょっとあれかもしれないですけども、やっぱネットビジネスってどちらかというと、やっぱその簡単に儲かるよっていう,うキャッチコピーの方がフックしやすいじゃないですか。っていうか、それにフックするお客さんって客層がいいのかっていうと、客層よくないですよね。どちらかというと、久保さん、僕、YouTube やりたいんです。あの100本、200本、頑張ります。1000本頑張ります。で ガンガンやる有言実行でどんどんやる人客層いいっすよね結果出るだろうし、速課塾に入って多分結果出るだろうし。<laughs> だけど、なんかあ、あの、簡単に儲かんのかなみたいな。あ、即稼ぐ塾だ。速課塾。あ、じゃあす入れば、入るだけですぐ稼げるんだって思ってる人が入ったとしても、なんだこれ全然稼げねえじゃねえか、返金しろみたいな話っすよね。<laughs> 前ね、久保さんの武勇伝で、ネットワークでしたっけ ネットワークのあの J、J、J、J コスメだったかな。あれでな、なんかあの、ファックスビジネスですか。ファックス <laughs>。ファックスビジネスにしましょうか。ファックスビジネスで、あれを送るだけでっていうやつで、あの、500万、500万だったな。ちょっと忘れましたけど、あわかりました。じゃあいい、あの僕が払います、みたいな <laughs>。結構た、お疲れ様ですっていう感じですよね。うん。ね、久保さんがね、あの、 自分の余剰資金でやりましょうって言ってもね、まあそれ聞かないっていうね、話じゃないですか <laughs>。うん。だからまあ、客層は悪いっすね。まあ僕もあの、客層がいいかっていうと、まあ良くはないので、だから自分の中でそれは教育していく、その考え方じゃうまくいかないよっていうのをもう徹底的に教育していくと。 その考え方じゃうまくいかないよと。だつい最近も、売りづらい商品で、やっぱりあんまり売れなかったんですよ。まあ10本ぐらいは売れたんですけども、あの、新世界を生き抜く言葉ですね。久保さん、言葉を売りました。まあ10本ですけど。<laughs> 1500円で、レポートっすね。言葉、言葉。なんか一郎の金言みたいな話なんだけども、その言葉を売りましたね、レポート。 そういうのに反応してもらえるように、まあ、僕も頑張らないと売れる商品と売れない商品はあるんだけど売れない商品をどう売っていくかっていうとこですよね。うん少なくてもそ,のあそこ大事だよねと思ってもらって買ってもらえる人が増えればあのなんだあよあのいいふいいなんだ風になってくるんじゃないかなと思いますね。 まあ今後も、あの、この前売ったやつはちょいちょい売ってこうかなと思うんですけど、まあもう売りづらいですけどね。でもゼロじゃないので、まあありがたいですよね。言葉ですよ。<laughs> 言葉 <laughs>。新世界を生き抜く言葉っていうね。まあこの言葉の原型っていうのはお客さんから頂い,いたものなんですけども、なんか僕の動画をこう見てくれて、 で吉谷さんのあこの動画の中でこの言葉良かったなっていうところをメモ書きしてくれていてでそのメモをまとめてくれて誕生日のプレゼントですっ,つって吉谷さんが一番喜ぶと思ってっ,つって今まで僕が動画を見てきてあのメモ帳にまとめて全部金言ですみたいなでそれを僕が頂い,いた言葉をレポート化して肉付けして商品化にしたんですけど嬉しくないですか 久保さんの動画いつも見てますと。で、久保さんの名言をまとめたものを作った、作ったんでよかったら、みたいなね。そう嬉しかったですね。うん、そ,うその方はね、今、アドセンスで1000万ぐらい稼いでるんですけど、なんか、アドセンスのちまちま、そのブログを作っている時に、あの僕の動画をずっと聞いてくれて、で、まあ、ずっとやってくれたっていう話なんだけどね。うん。いってらっしゃい。